くるもん。チャンネル次でいい。あかん。どこはもうやってへん。もうちょっと、またらしゃあないからな。テレビを消すと、僕たちの方を向く。君ら、今日の終わりね聞いてへんかな。は？終わりね。カブカやカブカ、ここの田舎やからな。勇敢があらへんのや。こんなことやったらラジオ持ってくるんやった。加山さん、仕事のことは忘れるって約束でしょ。加山さん、小林が来るね。あ、小林くん、いや別に仕事やないんや。毎日見てるさかい、りんと気持ち悪いっちゅうだけでな。奥さん、こんにちは、よろしく。しかしなんやな、立派なペンションやないかな。わしも今までであったらしてどんやの。蕎麦屋から始めよった人間知っとるけど、こんなしっかりやってるのは初めて見たわ。あんたら、あえぎながら答えた。死んでるでやんす。あそこでバラバラになって、死んでるでやんす。ごくりと誰かの乗って、唾を飲む声が来る。バラバラって、それどういうこと？みどりさんは悪い冗談だと思ったのか、鋭く聞き返す。どういいね。じゃあ誰が、死体をバラバラに傷つ、じゃあ誰が、死体をバラバラに切り刻んだようなやつ、一晩を過ごすことになる。チャールズ、冗談じゃないぜ。俺の早期弾を喰らえ、プアル。そりゃそうや。人殺しがおるかもしれないっちゃで。安心して眠れねえけ。あれか、あれか、カヤマだ。大きくなるぞ。なんとかして、どうするんだぞ。小林さんが、当惑した様子で聞き返した。そりゃ捕まるしかないやろ。警察に来てもらえん以上、自分らで捕まえるしゃあないやないか。ちょっと、待ってください。見かけによらず情けない声がしたのは、幹もそうだった。人を殺してその死体ばらめるの、凶悪な人殺しよ。これさ、もっと似てるよね。なんか今出し切れてねえよな。俺もっと似てるよな。これだけ人数がいればどんな凶悪かなって、手出しはできないでしょうし。じゃあ、ダメ、もうやめよう。これダメよ。じゃああんたは、このままこれずっと起きとけっちゅうんかいな。悟空のモノマネしてる人いないでしょ、あんまり。ちょっと、一回悟空の、うわぁ、もう電話こうや。一回悟空のモノマネすか。似てない帰ってきた似てるだろ帰ってきたちょっと似てないちょっと似てないわかるでしょ偵察があるでしょ閉じ回りだけはしっかりと置く必要があるちょっと似てんだろちょっと似てんだこれさ、マイク通してっかダメだ閉じ回り行ったって、もう中に入り込んだらしゃあないやないか。まさかこれでも若干似てるってすげえだろで、悟空のモノマネ聞いたことある誰か。誰もいないでしょ多分、今、なんか配信という名のさ、あれを通して、初めてだろ俺が悟空のモノマネしたの。で、声にベジータしか言えねえんだよ。一時期ニコニコにあげようと思ったんでね。俺ベジータの声のモノマネも若干できんの。それ寒いからやんねえけど、勝負がかかると、声ベジータってあるでしょ。スーパー武道伝。あれをガチフルボイスでやったやろうと思ったんだよ。帰ってきたそれで悟空練習してたら、あれちょっと若干似てんなみたいな感じでさ。そりゃ、お前ゲーム一緒でしょ。ゲーム一緒じゃ。そりゃ、窓が割れとったやろ。窓から入ってきたからさ、僕たち。俺がこうニコニコ上げるとしたら、ここで、あれ流すよ。はぁ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 離れ離れになるんじゃないよ。小林さんは、ここにいます。ここにいます。セーラームーン、ここにいます。建物の影になって、風がさっきほど厳しくなる。